こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon のカート取得の様子ですね。これのおさらいです。ホリデーシーズン、かなり売れます。かなり売れると言っても、カート取れないとですね、やっぱり乗り遅れちゃいますので、カートを取りやすいアカウントを作って、カートを取りやすいような出品をしていくことが大切です。で、まず、カート取得のですね、わかりやすい要素はセラーレーティングです。このセラーレーティングが悪くなってるとカートは取りにくいという状態になってます。無在庫販売を以前やっててね、キャンセルしちゃったとか、あるいは悪い評価をもらって消してないとか消せないとか、そういうのがあったらですね、アカウント悪い状態になってますんで、いい状態にしましょう。具体的にどうすればいいのかわかんない方はご質問ください。それと、そもそもね、小口アカウントにしてると、カート取れないです。カート取得は、プロフェッショナルアカウント、大口アカウントだけなんで、小口アカウントにして取り組んでたらですね、あんまり売れてないと思いますけど、これを大口にしてね、FBA を使うだけで結構売れてきます。で、なんといってもね、値段を下げるのが、カート取得の一番大きな要素だと誤解している方が多いんですけど、値段はそんなに重要じゃないです。絶対ではないです。もちろんね、カート取得の要素ではありますけど、絶対ではありません。それよりも、セラーレーティングをよく保つというのを心がけてください。それ以外にも、カート取得、実はね、読みにくいというか、なかなか皆さん気づいてない取得の要素があるんですけど、それについては、この先、会員限定動画、あるいはもしかしたらね、メルマガ登録していただくと、メルマガなんかでもお流しするかもしれないです。会員の方は見逃さないように。また、会員でない方はメルマガ登録してチェックしてください。結構ね、そのヒントはいろんな動画とかメルマガなんかで言ってます。で、そのものズバリはですね、ちょっと言うかどうかはまだちょっと、検討中ですんで、もしかしたら公表するかもしれません。で、会員さんに向けての、ここから先ですね、動画になりますけど、まず、椅子取りゲームです。カート取得は椅子取りゲームです。初めに売って、売れた商品はですね、そのまま30日以内に補充してれば、カートは基本的にかなり取りやすくなってます。極端な例だと、アクションベース、ガンダムアクションベース、かなり売れてる商品ですけどね、6ドル、7ドルで、新規出品者 FBA ある商品、これがね、12ドルとか、約倍ぐらいで売れてます。以前から売ってたんでですね。そういうので売れてる例もあります。ですんで、売れたらですね、値上げをせずに、補充するというのを心がけてください。これね、高くても売れると思って値上げしちゃうのはまだいいです。ただね、売れないからちょっと下げちゃうとかっていうのはすごいもったいないです。基本的に売れない商品は、ちょっとぐらい値段を下げてもあんまり売れないです。だから値段を下げずに、ね、1ヶ月、2ヶ月は我慢して、そのまま補充するというのを心がけてください。また、値上げしなきゃいけないような事態にならないようにですね、初めから高めに出すと。高めに出して1ヶ月様子を見て、売れなかったら、徐々に下げていくという方がいいです。売れて値段を上げちゃうと、売れてカートが取れる、ボーナスポイントがついてるのに、値段を上げることによってこれ消えちゃいますんでね。それはもったいないんで、やらないようにしてください。それから、回転率。これはですね、その商品を何回売ってるか。何回売ってるかっていうかですね。例えば、商品を100個売っててですね、全部、毎月売れてると。で、在庫入れてるのが1個で、全部1個売れて完売してると。この場合で回転率が100%になります。で、仮に全部3個ずつ売ってね、補充して3個全部売れたと。この場合300%という数値になります。で、この数値が高ければ高いほど FBA はカートを取りやすくしてます。ただこれ実際問題には、大量にね、たくさんの種類を売って、で、しかもね、少量ずつ入れてますんで、回転率を上げるっていうのはかなり難しいです。で、回転率を上げなくてもカートは取れますんで、これはあんまり気にしないでいいです。ただ、ある程度、もう商品が絞られてきてて、ライバルが強いという場合には、
回転率を上げて、ライバルよりカートを取りやすくするという方法もありますので、戦略がね、普通と違う方、もう儲かる商品見つけて卸し安く入ってますと、この商品でも売って儲けてますという方は、個別にご相談ください。回転率を上げるやり方をお教えします。それから取引数ですね。これは同じジャンル、まずね、Amazon そのもので取引数が多い、まあ、これが当然いいですね。ただその中でもおもちゃならおもちゃ、そのおもちゃジャンルで取引が多い、この方がいいです。で、出品しているジャンルで、トイ、あるいはゲームの中でね、フィギュアとかね、何々フィギュアとか、そういう細かいジャンルが多きゃ多いほどいいと。その細分化した中で、取引数が多ければ多い方が、カートは取りやすくなってます。だから一番当然カートを取りやすいのは、その狙ってる商品でたくさん売ってれば、それはもうカートかなり強力に取れます。ただね、これ値上げとかでクリアされちゃうことなんで、そこはお気をつけください。結構ね、まめに値段を変えてて、まあ売り上げが落ちてると。で、これおそらくね、最近アルゴリズム変更になってます。要はカートを取れて値段を上げると、で、取引数が多くて値段を上げてカートを取るって手法がですね、Amazon の立場から見ると、同じ商品をリピートで買う人が値段が上がってるよというのはですね、Amazon にとってはあんまり好ましくないと。だから基本的には値段はそのままか、儲かる範囲で下げていってほしいってのが Amazon のシステムの中から読み取れます。それはね、値下げしてくださいってのはありますけど、値上げしてくださいって通知はないですね。これ当たり前のようですけど重要なことです。そんなわけで、値上げするのは結構カートを取得する意味ではマイナス要素が大きいんで、初めから高めで出して値段は下げないと。で、値段を下げなきゃ売れないものは、まあ、売って処分するって形で構いません。3ヶ月とか半年我慢して売って処分するって形です。構いません。ただ、1ヶ月、2ヶ月待ってね、高値で売って補充する商品と、値段を下げてって在庫処分する商品ははっきり分けないと、利益が取りにくくなります。あくまで FBA、一番 Amazon で稼ぎやすいのは FBA で、売れる商品、売れて儲かる商品をリピート販売すると。これが一番 Amazon の、ね、稼ぎやすい方法なんで、どうすればその形に乗っかりやすいか、それを考えて、サポートさせていただいてます。そんなわけでね、そこから外れると極端に儲けるやり方、難しくなるというか、作業が多くなったりね、スキルが必要になりますので、もしやり方が合わないとかいう場合は、遠慮なくご相談ください。ただ何やってもいいんだか分かんないって方は、指示した通り、売れた商品の補充中心に、値段をあまりいじらないというやり方でやっていただくのが、一番利益が出しやすいです。そんなわけで、ホリデーシーズンね、ゲーム、おもちゃ、結構稼げますんで、カートを取って、がっつり、稼いでください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。